こんばんは。今日は、ゴールキーパーのキーパースクールのコーチをしてもらってます野田コーチに話を伺います。普段の、お仕事の内容を教えてください。普段は、ゴールキーパースクールと、スクール、レディースのゴールキーパーコーチのカテゴリーを指導しております。はい。キーパースクールの指導をしているにあたって、気をつけてらっしゃることがありましたら教えてください。現在キーパースクールは3名で活動してるんですけども、大人のサッカーと合同で練習試合等、やらさせていただいているので、やっぱりそのゲームの中で、多くのことを学ぶことがあるので、やっぱり選手子どもたちにとってとてもいい刺激になっていると思います。はい。野田コーチが、普段そのコーチングするにあたって気をつけてらっしゃることがありますか？技術的なところはもちろんですけども、やっぱゴールキーパーというのはやっぱり守備の一番最後になるんで、やっぱりミスすれば失点につながるんで、やっぱり責任感を持って、ボールを見過ごしたりとか、そういったプレーをないように、精神的なところですけど、そういったところを、いつも、日頃から言っております。はい。最後にですね、今年の、野田コーチ自身の抱負、お仕事の抱負なんかがありましたら、お願いします。指導者として、一回りも二回りも成長したいのと、あとは新たなことに挑戦していきたいと思います。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来週以降よろしくお願いします。よろしくお願いします。